ちゃん。こんにちは。はい。はい、板川さん、今日は。今日はちょっとね大変なニュースで、うん、まあ日本ハムの新球場ね、うん、エスコンフィールド北海道、はい、まあ、工事が 95% 終わってる中で規則違反が見つかった。そう、なんかこれどうなるのっていうようなニュース記事が飛び込んできましたが、そうそう、使えないのっていうことなんだよ。はい、なんかだからやっぱりルールがあるからさ、うん、そのルール違反を犯してるとその球場は使えないんだけども、うん、さてどうなるんだという、この段でね、うん、もう 95%、うん、まあ、北海道の球場だからもう外はほとんどできてんだよね、うん、あとはもうだってこれから雪のシーズンだからさ、うんうんうん、あと中の細かい作業だと思うんだよ、うん、それを含めて 95% もう終わってるっていうんだよね、工事がね、はいはい、だから順調に来てるじゃないかと思ってたら、うん、まあ、規則違反が見つかったということ、これね、うん、この段階までなぜっていうところも含め、うん、まあ、どういう問題が起きているかということですよね。 というとね、はいはい、これで見ると、うん、このファールグラウンドの部分なんだよね、うん、まあ、特に問題視されてるのは、うん、おそらくここの部分だと思うんだけど、ファールゾーンの広さがまずね、うん、そうそうそう、ポイントで、ポイントでね、その広さにまつわるベースライン、塁線があって、こっからの距離、まあ、このホームベースからのバックネットまでの距離、まあ、こっちも同じだよね、塁線からの距離で、これは規則には60フィート、はい、60フィート 18.288 メートルないとダメだっていうふうに記載されてるんだけども、はい、この日本ハムの新球場って15メートルしかないっていう、ね、約15メートル3メートルのこの幅っていうのはこれどうすんだと、うん、ね、これは問題はさ、やっぱ建設業者とやっぱ設計士によるものがおそらくミスってるんだよね。ね、これちょっと、うん、ミスってるっていうことなのか、まあ、ミスってるっていうか、まあ、それはもうなんていうのかな、この通りに作ろうって言って意図があったのか、だからね、うん、ただね、うん、そのアメリカと日本の規約っていうのは多分違うと思うんだよ。はい、で日本ハムはより新球場はメジャーに近いという球場を作りたいという、うんうん、でメジャーをモデルにしたんだと思うんだよね。はい、そこでの規約と日本が定めてる規約は違うんだよ、うん、だからそこら辺でちょっと解釈の違いとかもいろんなことが生まれてるようなんだよね。ね、今回その設計会社はアメリカの日本社を置く、うん、こう全米最大手と言われている会社が設計会社ということになっていて、うん、で共同建設ということで日本の会社がやっているというところもあって、うん、まあ、そうだね、なぜこういうふうな、ね、っていうのがなんかこう一つに言われているのが規則を、うん、アメリカの公式規則を日本にこう翻訳したりしてやっている中で、ちょっとその翻訳というか英語の言葉の解釈の違いがあったのではないかというと、うん、それが望ましいって書かれてるのと、そうしなきゃいけないっていうふうに書かれてるのとではやっぱ違うということだよね。望ましいって書いてるから推奨するという、推奨するということでね、うん、だからまあ60でもメジャーの球場っていうのは調べたところ2球場ぐらいしかこれに満たしてる、60フィートに達してる球場はなくて、大半が16メートル以下以下、はい、だから、まあ、日本ハムがね新球場として、うん、使おうとしてるところだよね、はい、ただね今から工事をする、例えばじゃあこれをこの距離を18メートルにするためにじゃあこれを前に出したらとんでもないことになるし、後ろとか外野とかね、うん、で芝ももう張っちゃってるしね、でこれを下げるとさ、これを下げるとラインも下がるわけじゃん、ここまで、そしたらこの外野スタンドのここにひっついちゃうんだよね。うーん、だからもうここをこの幅で後ろに下げるかどうか、うん、このラインをここまで、だからその点線から実線までの間ってことですね、うん、ここを下げる、うん、でもう許してもらうか。でも俺が思うには球場ってさ、いろんな球場があるわけじゃない。もうそれこそね、あの両翼の距離も違えば、うん、両翼100のとこもあれば、うん、横浜スタジアムなんか94しかないのかな、その代わりフェンスは高いけども、で東京ドームも100とか、だからセンターの位置にしても120メートルとか122メートルとかいろいろ距離が違うわけじゃない、うん、その中で記録だどうのこうのとかやってるでしょ、うん、この球場の一番の良さっていうのはファンに対して
3メートル違ったらさ、ちいちゃん、うん、どうなる？すっごいこう臨場感あるよな。もうね、迫力な。だからピッチャーが投げてくる球がよりリアルに感じられるというからすると、これからの球場ってさ、俺はこういうスタイルになってくると思うよ。でこれを違反だから使わないでくれとか、これあるかなと思ってさ、いやこのまま現行でこのままでいいんじゃないのって。もうなんかこうね、あの一般的な解釈とすれば、うん、そこを問題するんだったらそれこそ外野の距離とか、うん、そういうことの方がいろいろゲームにまつわるところになってくるんじゃないのとか思ってしまうんですけど、うん、まあそうそうだよね、うん、だから、まあ、例えば甲子園で浜風が吹く、うんね、横浜スタジアムでいい風が吹く、うん、ドームでは全く風が吹かないとか、そうそう、気象条件っていうのはさ全く違うわけでしょ、うん、その中でこういう球場があったとしても俺は文句はないと思うけどね。逆にね、今回これがダメだよっていうのであれば、なぜそこばっかり厳しいのっていうふうな気持ちにもなりますよね。まあ、なるよね、うん、いやだからこれからもね、新しい球場っていうのはどん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 出てくると思うんだけども、うん、やっぱりこういう臨場感をやっぱりよりこう近くでね、うん、味わえるようなスタジアムっていうのは俺はすごく人気が出ると思うしね、うん、俺はすごくいいと思うんだ。なぜこういう風に定めたのかっていうことだよね、うん、これは危険度からなのかなとか、うん、ファンがね見てる、ね、ただ観客の、まあ、うん、観客のね、あとベンチも近いとさ、うん、危ないとか、うん、まあそういうのがあるのかなとか、まあいろいろあるけども、あれですか、こうやっている側としては、うん、そこがね狭い広いでだいぶ変わるなって思うことはありますか、うん、まあ、俺はバッターだったから打率が変わってくるなと思う、ね、まあ、確かにそうですよね。ファールグラウンドが狭くなれば、うん、ファールになる確率が高くなるから、ね、ラッキーと思うよね、うん、だけど広いと取られる確率が高いと、うん、確かにねベンチに座っててね、あまりにも距離が近いと怖いなっていうところはあるんだよ、うん、ただあのフェンスがないから、あのネットがないからね、うん、でもファンのためにはネットを作ればさ、うん、危険度は減るし、だからいいんじゃないのかなと思うしね。何かじゃあただしこうすることみたいな感じでもいいから、この規則を変えた方がいいみたいなところがありますか、うん、まあそうだね、まあファンのためを思うんであればね、うん、あの俺はこれは容認をして、じゃあメジャーでもさ、うん、いろいろ規定はされてるけども、うん、それが、まあ、そうしなきゃいけないじゃなくて、まあ、ある程度暗黙の了解を得てるわけじゃん、解釈の仕方によって、うん、だからまあこの日本のこのせっかく新球場を作ってさ、うん、これからっていう時にまあケチはつけるというか、まあ、規則は規則だからこれはもう仕方ないんだけども、まあ、だけどこれを容認するような形を取っても俺はいいのかなと思うよな。まあそれをきっかけにね、逆にどこか球場が改修するよって言った時に、うん、そこの部分で前に観客席を作ってみたりとかっていうことができるようになる、うん、まあそうだねかなっていうところもありますよね。まあそうだね、だからこれはね、やっぱこう、うん、日本ハムが悪いんではなくて、うん、やっぱこう会社だよね、いろんなね、うん、ところがあのね挟まってますからね、いろんなところがあっていろんな解釈の仕方によって生まれた、うん、あのなんていうの、こういうミスなんだよね、うん、まあ、ミスでも俺はないと思うけどね、うん、だからまあ何とぞまあこのまま現行通り、新球場のこの現行通りに行けるように、はい、裁きをしてほしいなと思うよね。使えないっていうことにはならないでほしいということですね。いやもちろんそうだよね、だからあのまま動かすとかさ、設計上の問題はあると思うんだよ。ただね、バックネットを下げるとかそういうのはできると思うんだよ、今からでも、うん、ね、うん、できると思うけど、やっぱねロケーションがやっぱ変わっちゃうと思うんだよね、バックネットの、ね、うん、確かこういろんな施設がありますよね。あるある、こう新しいエスコンフィールド、うん、北海道はね、まあ、後ろを下げることなくてバックネットがあって、バックネットをこう下げるだけで、うん、席数を減らせばいいだけの話なんだけどさ、だけどさ、そのロケーションもさ、センターカメラでバッターボックス抜くわけじゃない。そこがいびつだとさ、せっかく新しい球場作ってんのにロケーションが悪いってなるとさ、やっぱかわいそうだよね。またそこをね、あのデザインしている方もいるだろうし、まあそうそうそう、ね、こう全体のね、うん、だからまあ規約をね、ルールをこれからね
もう何十年って、ね、付き合ってきたそのルール、また新しい球場ができたことによって、あ、これいいじゃないかってなるとやっぱ変わっていくわけでしょ、うん、だからまあ試してみてほしいよな、一つのきっかけとして、きっかけとしてね、うん、だからまあ多めに見てね、触れないかなってそうだな、まあそういう風になってほしいと思ってます僕は。はい、ね、だって球場だってさ、いろんな球場があってさ、うん、ね、まあそれは規定の中でやってるからこれは文句言わないと思うんだけども、記録だってさ、その中で何の文句も言わずにやってるわけじゃない、ね、選手はね、うん、だからその、まあ、3メートルっていうのはすごくでかいよ、うん、やっぱりものすごく近いし、うん、ね、キャッチャーがピッチャーに声をかけた声だって聞こえるぐらいの距離感、うん、まあ、そういう臨場感を味わいながらファンが見た時にそのファンたちがどういう風な反応をするか、それとも危険なのか本当に、うん、ね、もうルールを変えなきゃいけないぐらい危険なのか、それはやってみなきゃわからないし、うん、まあ、そんなことは生まれないと思うんで、まあ、この現行通り新球場、ね、行われることを願ってます。もういよいよ間近に来てのこの問題なのでね、うん、ちょっともうね 95% 対処できませんいや本当に何卒よろしくお願いします。はい。